青子は鏡の Y 字路の奥にいる。一本道から見ているあなたに中心は見渡せない。セット、ルート、ディレクトカーラット。学ぶにしては遅すぎたが、まあ聞いておけ青子、切り札というものは先に出した方の負けなんだよ。こういうわけだ。レオだけに頼ってはいないことがよくわかったろ。姿を隠したのは鏡の応用か。探知や隔離だけでなく援護まで行えるとはね。三大のプロイには含まれないものの、汎用性の面で言えばあれも破格のプロイだな。持ち上げるじゃない。何？騙された負け惜しみ？いや、ただの自画自賛だよ。何しろ今のバージョンは
私とマインスターの合作だ。趣味に興じすぎてあれこれと機能を足してしまったと今更ながら悔いているところさ。その後、青子に見せかけて私に向かってきたのは例のコマドリ。それに気を取られている間の大規模な魔術の発動、私の魔眼はアリスが防ぎ、青子は攻撃だけに専念する。組み立ては悪くはない。よくやったと言っておくよ。しかし、それもここまでだ。惜しいな、青子。わずか2年であれだけの魔術を使えるのなら、あと数年もすれば一流の射手になっていただろう。アリス、あれは何？見ての通り、魔術刻印よ。信じられないけど。確かに私の魔弾はあの刻印からの魔術で弾かれた。あれはもしかすると、そう、肌に刻まず中空に浮かべてるのはそういうこと。ああ、この体には合わないのでな。私の背後の空間に固定している。本当はね、お前たちのように肉に刻んだ方がいいんだ。魔術の軌道が一動作で済むんだから。だが実際に使用するのならこうするしかない。軌道までの手順は一つ増えるが、何、マイナスばかりでもない。所詮は人事なんでね。痛みは全く感じない。ふん、合うわけないじゃない。他人の魔術刻印を剥がしてるんだから、血筋の称号からして馴染むはずがないわ。で、奪われた連中は死ぬこともできず、今もどこかに生かされているわけだ。刻印の持ち主が死んだら起動すらできないものね、それ。瞳子さん、あなた非難される覚えはないんだが、私はかかる火の粉を払っただけだよ。向こうから戦いを挑んできたんだから、戦利品ぐらいは用意してもらわないと。まあ、中にはつまらない単語を口にしたバカ者もいるが、それはそれだ。むしろ優しいと思うけどね。私を殺しに来た連中をわざわざ生かしてあげてるんだから。ふっ、その魔術師たちがちゃんと人間の形をしてることを祈るわ、肉親として。お前ね、私を何だと思ってるんだ。脳だけ保存とか、面倒だから100人ひとまとめにした肉塊とか、そんな手抜きなんぞするものか。
きちんとカフェを用意して食事も娯楽も睡眠も自由に提供してるんだぞ。中には一生ここで暮らしたいなんて騒ぎ立てるバカもいるぐらいだ。なんでそんなことを。そういう人なのよ姉貴は。これで行くと決めたらそれしか目に入らない人なの。家庭より結果の人なの。ある日の話よ。テレビでピザの CM をやっててさ、私たちは唐突にあのデブ食を食べたくなった。でも悲しいかな、一般家庭であるうちにあったのはサラミだけ。うちの実家山奥にあるの知ってるでしょ。町まで行くのに1時間はかかる。中学1年だった私は我慢できなくて町まで行ったけど、ピザ屋なんか一軒もなくてとぼとぼ帰ったの。なのに骨折り損で家に帰ったら、姉貴のやつおかえりとか手を振ってピザ食べてやがったのよ。おせんべいを下地にしてみたわとか言って、外見たら鳥三羽と牛一頭まるまる消えてて、ああ、この女には等価交換とか手間とかお金の問題とかそういうの一切頭にないんだって思い知らされたわ。そんな無茶なやつだからガンド打ちで目に見える傷跡を出そうなんて平気で考えるのよね。あんなのゲマトリア一節分の詠唱で同じ効果を出せるのに、あくまで呪術にこだわるから空も飛べない人形になるのよバカ姉貴。その人形に追い詰められたのはお前だったね。それとゲマトリアはカバラの秘術だ。私はルーン専門だからお前のように広く浅く知識を広める気はないよ。まあもっとも、この刻印の所有者の一人からケルトの結界を教わりはしたがね。これは城で祖父を封じ込めるのに使っていてね、犯人汎用のドルイド層を閉じ込めたとまではいかないが、そうだな、私では郵便ポストぐらいの大きさが限界か。ほら、昔お前が壊した赤いポスト、ちょうどあれぐらいの可愛い鳥小屋だよ。人間一人分をしまうには窮屈だろうが、祖父は肉体というより霊体に近い。見ようによってはそっちの方がふさわしいかもしれないね。そういったわけでね、先の青子の魔術を防いだのでこの刻印もしばらくは使用不能なんだ。今のが本当の魔法だったなら、わずか三行の刻印では打ち消せなかっただろうに。青子、お前は僅差で負けたんだ。恥じることはないよ。じゃあ、そろそろ終わりにしよう。抵抗をするのは自由だが、ベオ相手にそれは辛いぞ。行って、アリス！
トウコ自身の切り札も分かったし、アリスが本調子になれば勝てない相手じゃないものね。いつまでじらす気？私、待たされるのは好きじゃないんだけど。そうせくな。今赤ずきんを追っているところだ。黒帽子の彼女をそう例えるのはやや無理があるがね。初めから森に潜ませていたとはね。つまりあれよね、甘く見ていたふりで初めから余裕なかった。レオ、今日は食っていいぞ。お姉さんの右足は
確か噛み切った方だ。それで首を狙ったのはすごいよね。女の人は本能的に自分の体をかばうものだって瞳子さんは言ってたのに。けど残念、せっかくの勇気も無駄でした。僕の体毛の質はこの姿でも変わらない。産毛だけでもお姉さんの蹴りを受け止めることはできる。それに少しだけ迷いがあったな。くっつけたばっかりの足だからかばったでしょ。人間が僕の相手をするならそんなこと気にしちゃいけないのに。ああでも、どっちにしろミンチだから気にしても仕方がないよね。ほら、もったいない。せっかく治ったばかりなのに。目が死んでない。あんまり苦しめたくないんだけど。頑丈なのも考えものだよ、お姉さん。
お兄さんもその人たちの仲間？なってないぞ、生徒会長。行く時ぐらい声をかけるものだろう。このバカ。安心した。余裕あるじゃないか、青崎。あんた
つもりで。だってほら、状況はあの時と一緒だ。君がやられたら次はこっちの番なんだろ。だから協力をしに来たんじゃないか。まあ何もできないのもあの時と変わってはいないんだけど。まあ誰でもいいんだけど、筋張った肉は歯ごたえがあっていいし、何より食い出がある。先にそのお兄さんから始めても構わないよね。何が匂うっていうのかな、お兄さん。品のない肉の匂いがする。これだから犬は嫌いなんだ。そうか、要するに僕が子供だからって舐めてるんだね、お兄さんは。私は出していないぞ、ベオ。そんなバカな話が。じゃあ本当に犬そのものじゃないか。
思い出さないと。そんなことで僕が そうだ、こんなのは嘘だ。盗賊でだって僕を任せる奴はいなかった。こんな痛みもこんな事態も全部嘘だ。不合理に狂っている。僕が他の生き物に負けるはずが。Thank you.
痛い。何？何って今自分が何をしたか分かってんの？心外だな。青崎は分かってると思ってた。分かってるって何をよ。山じゃ熊はそう珍しいものじゃない。以前確かに言ったじゃないか。
君、もしかして俺をバカにしているのか？まったく、なんで熊を倒すためなんかに修行しなくちゃいけないんだ。あなたの勝ちよ、宗十郎。私は失敗した。当然だ。衝撃には反動が伴う。拳を振るうのなら相応の負担がある。まして相手は人狼。走ってくる鉄の壁を真っ向から殴るようなものだ。それを。ためらうことなく殴りつけたから壊れたのではない。初
初めからあれは壊すことを前提にしていたな。あの時点でベオは丸裸にされていた。無敵の人狼がその機能の一切を休止させられた。つまり欠点をつく魔術なら知っているが、全てを投げ打って弱点を生むとはな。加えて笑えることに不意打ちですらない。ベオの神経の伝達速度なら毒が当たった瞬間に感知し対応できる。そもそもそれを毒と認識できなければ、変形のしようもない。毒ではないものが毒になるなんて落とし穴を誰が教えてやれるものか。子供には相手が悪かったようね。ベオを責めるべきか、それとも君を評価すべきなのか。